はい、皆さんこんにちは。毎日お届けしております、リフォームお役立ち情報リフォナビです。早速いきたいと思います。私の番組では、このような日本一優しいキッチンのランキングであるとかですね、キッチンの収納力、そして Facebook ライブ、YouTube ライブもお届けします。ぜひですね、チャンネル登録をして見逃さないようにすることをお勧めさせていただいてます。はい、では早速いきたいと思います。今週は絶好調、2月に発売した、トレーシア、こちらを牽引するタカラスタンダードの、10年後20年後もずっと愛せるキッチンというホームページの方のトップ画面ありますが、タカラ週刊でお届けしております。で、こちらをですね、昨日お届けした中に、特にやっぱりホームページを見るとですね、いろんな、カタログに比較してですね、変更しやすいんですね。で、このコロナ禍においていち早くバーチャルショールームであったり、オンラインのこのショールーム、特にですね、インテリアのコーディネートのまで変えれる、この、ショールームの見せ方、とても魅力的ですよっていうのを昨日ご紹介させていただきました。さらに、ホームページの中で専用サイトがありまして、100周年ロゴ、こちらをタカラスタンダードの方が作りまして、1912年からですね、創業時代、こちらステンレスの一体成型の浴槽、それからホーローのキッチンの、1962年のキッチン開発、さらに、今年、発売されたシステムキッチントレーシアが大ヒットしている。このトレーシア、実際のデザインとですね、使い方の良さを合わせ持つ、この商品なんですが、名前の由来はそうです、宝物、トレジャーのところから来ているトレーシアということですよね。実際にですね、これプレスリリースちょっと調べてみました。1月の、20日にですね、プレスリリースがありまして、2月25日に発売しますと、ここと同時にコロナがぶつかってくるんですよね。で、実際にはこの トレーシアの、このプレスリリースを見ると、ふんだんにタカラスタンダードのこの商品にかける思い、ポイント、こういったものが分かりますので、こちらで今日はこのトレーシアご紹介したいというふうに思います。書いてますね、トレーシア宝物商品の、長く愛せる宝物に使ってもらいたいということですね。そして、トレーシア、当たり前ですが、こちらはホーローシステムキッチン、鉄の強さとガラスの、美しさ合わせ持つで、850度の高温で、合わせてこう一体化させますので、トンカチでボンボン叩いてもですね、金立ちでガシガシガシってやっても割れても欠けてもいたしませんって、こうショールームでやってます。ぜひこれ見たことない方、ショールームがエンターテインメント層になってますんで、土屋太鳳ちゃんがですね、CM でやっている、土屋太鳳の、自主トレっていうのがホームページありまして、昨日ちょっと見てたんですけれど、面白いですね。なんかこう太鳳ちゃんがカシャカシャカシャとかいろんな商品を勉強しながら、ショールームアドバイザーに、扮してこう勉強していくんですが、ぜひそちらも見てください。割れたり欠けたりいたしません。10年後も20年後も切れる。実際にですね、タカラさんを使った、方はですね、本当に、昨日も一昨日もちょっとお届けしてますが、2回目のキッチンもタカラスタンダードと言われるんですね。やはりステンレスに対する安心感というのが、昭和40年であって、その後ステンレスになりますが、今はですね、1962年に開発されたこのタカラの商品がどん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 世の中に浸透してきたんでしょうね。2回目もステンレス神話ならぬ宝のホーロー神話がこれから席巻していくのかなというふうに思います。やっぱりホーローのパネル、お手入れしやすいですし、キャビネットもやっぱりホーローで、すべて扉もホーローで、いわゆる木製キャビネット、パーティクルボードを使ったお値段と変わらない価格で提供できる。これはやっぱり、キーテクノロジーだなと思います。なので内部もキャビネット、木じゃなくてホーローですので、このように内部のこのコンロ引き出しだったら、こう鍋重なったりしてますよね。中ホーローなんで、こうマグネットのようにですね、こうディバイダーを好きなように変えれるわけなんですよね。ですので、ここその時その時の鍋の、形大きさ、数に合わせてカスタマイズできます。もちろん、キャビネットのところ油染み込まないでさっと拭けますし、熱や傷衝撃に強いということ、こちらがやっぱり宝のキーテクノロジーかなと思います。そしてこのプレスリリースでもやっぱりさっと出てきたところがですね、この家事楽シンク、実際にシンクの中に、水を切ったりですね、まな板を切ったら前へ捨てる、この辺がショールームに行ってもですね、特にこの家事楽シンクができたことによって、お客さんへのホーロー以外のところでも特にこの家事楽シンクっていうのは非常に、評判がいいなという感じでした。そしてシンクっていうふうになると、今食洗機のセット率どん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 上がってますよね。で、通常であれば食洗機自体の設置っていうのはコンロキャビネットとシンクキャビネットの間、いわゆる作業スペースの下に入っていくんですが、こちらは食洗機
シンクキャビネットの下に入ります。そして幅が60センチの食洗機、普通45ですよね。これも食洗機の下に入る。この宝の魅力、これがやっぱりすごく、いろんな、キャビネットの割りからするとですね、喜ばれているのかなと思います。通常ですね、コンロとシンクの間ということで、こことこっちが向こうのところに、作業スペース、この下に食洗機入りますね。なので赤の部分なので結構小さい。これがですね、食洗機下に入ると、これだけ広い引き出しが確保できるということです。ですから結果的に2550であっても750のキャビネット丸々いける、これも大きいですよね。そして扉に関しましては、この、コンクリ調、このコンクリ調の扉がですね、全国ですね、全てのショールームの方に統一で入れたそうです。やっぱりそれだけ力入ってますね。ホームページだけじゃなかったです。私の近くにある、宝のショールームでも目立つところにこのコンクリ調の トレーシーあります。ぜひこれ見てもらうと、とってもですね、とっても長いんです。ダジャレなんです。取ってです。ハンドル取って。これが、長くてですね、しっかりとした高級感。この価格帯でこれだけしっかりした取ってあるっていうのは、宝さんでは上のレミューにはあったんですけどね、新しいこちらトレーシーの魅力だな。で、カウンターも、レミューではあったかと思うんですが、黒色の天板をこの中級価格帯、こちらに持ってきた。手頃な価格帯、お買い求めしやすいところで、この宝の、コンクリート、合わす、コーディネートできますね。こんな感じのですね、もう本当にこうブルックリンスタイルといいますか、非常にこう今の、家具調、今のトレンドに合うおしゃれなキッチンに仕上がる。ちょっと前までの宝さんのキッチンのイメージと全然違いますね。この辺がやっぱりトレーシア人気の証拠かな。そして、こちら、食洗機の、場所ですね。こちらがシンク下に入るということで、汁だれしないんですよ。通常もう少し遠いんですね。この辺に入るんですけど、シンク下だった場合に汁だれしない。そして私ちょっとさっき言いましたけど、750が確保できますということ。こちらポイントですね。まあ実際には450の場合、こちら食洗機を450ここに入れてもいいんです。その場合、例えば見た目すっきりするんだったら深型のタイプをすると、扉面材タイプもご用意してますよ。ただ私はやっぱり幅がこう60ぐらい、45使ってて思うんですけれど、深型の45って立てて入りますよ。容量、皿の数ほとんど変わらないかなというイメージですね。立てて菜箸とか入れれるんですけれど、あまり大きく変わる感じするんですけど、幅60になるとショールームでぜひ見てください。かなり入ります。幅60のやつなんか入れてしまうと収納力なくなるよと思われるんですが、この作業スペースのここではなくて食洗機の、位置はシンク下で60入りますから、そうすると十分収納力もできるレイアウトになるのかなと。さらにちっちゃい間口だと2100だとですね、食洗機ってもう450ぐらいで、もう全然シンクとコンロの下しか収納なかったんですが、2100だったとしても、シンク下に入れると450が3台引き出し確保できます。さらにもっと小さい、これ狭小住宅かもしれませんが、1500から1950のキッチンでもこちらに入りますよ。まあ今、ちっちゃいキッチンリノベして単身で暮らす方も多い、ただし食洗機が欲しい方多いですよね。そんなところでは重宝されるんじゃないかなと思います。で、 NHK で昔やってたんですが、これはあの洗い物とかをですね、夜例えば、まあ、帰ってきて、みんな寝る時間変わってきたり、もしくは学生が帰ってきて、そちらですね、つけ置きしない、ボーンと置いてるとですね、一晩で雑菌が7万倍、つけ置き洗いの要注意ということで、これはなかなか40度くらいでこううまく取れない、菌がということで、実際に8時間でこの7万倍洗い桶の中に入ってるというのがあるんですけど、こちらを例えば食洗機であればですね、洗浄だけじゃなくて除菌、こちらでですね、洗浄温度60度から80度まで上げていきますね。手で洗えない、高温で洗うから油汚れももちろんきれいに取れますけど、今流行りのはやっぱり除菌、抗菌、こういったところでですね、つながってくるんで、私ぜひ、1日つけ置きも良くないですけれど、もししたんであれば、それ手で洗ってると体の不調のきっかけになると思うんですね。ぜひ食洗機で洗っていただければと思います。はい、ということで、おかげさまで100周年、今週は宝スタンダード100周年という、ことも踏まえてですね、2012年100周年、このロゴも紹介しながら、ホームページ、それからプレスリリース、宝の、なぜトレーシアが今人気になっているか、YouTube で、こういった、商品がやはりお客さんはよく知ってるなということだと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また明日。